皆さんこんにちは、ジジグンジです。シールチーム6のことは誰もが知っていますが、その創設者であるリチャード・マルシンコもまた伝説的なキャリアを持つ人物です。今日は彼の人生についてお話し,します。シールチーム6の初代部隊長、リチャード・マルシンコ氏が昨年12月25日のクリスマスの日に81歳で亡くなりました。息子のマット・マルシンコ氏はツイッターに昨夜クリスマスの夜ヒーローを失いました。 ならずもの戦士としても知られ、元ネイビーシールズの指揮官でシールチーム6の創設者でもある私の父、リチャード・マルシンコが亡くなりました。彼の遺産は永遠に生き続けるでしょう。彼は本当の伝説です。安心してください。私はいつもあなたを愛しています。とツイートしました。また、マット氏はマルシンコ氏の意思を継いで最後の映像をツイートしました。映像では彼はネイビーシールズの歴史の中で得意な役割を果たし、 アメリカで最も重要なテロ対策コマンドとみなされています。リチャード・マルシンコ氏は1940年11月21日、ペンシルベニア州カーボン郡ランズフォード町でスロバキア系の家系に生まれました。彼は幼い頃、家族と一緒にニュージャージー州ニューブランズウィック市に引っ越しました。そこで高校を中退したマルシンコ氏はアメリカ海兵隊に入隊しようとしましたが、高卒でないことを理由に入隊を拒否されました。 1958年9月、マルシンコ氏はアメリカ海軍の無線通信士として守備よく入隊することができました。1961年6月、水中爆破部隊 UDTR の第26期生として受け入れられ、同年10月に卒業しました。1965年12月に幹部候補生学校を卒業後、省位に任官されました。1966年6月、シールズチーム2に配属されました。 その後、オーバーン大学で国際関係の学士号を取得し、アメリカ海軍大学院で政治学の修士号を取得しました。1967年5月18日、マルシンコ氏は部下を率いてメコンデルタを攻撃し、そこで多くの南ベトナム解放民族戦線、ベトコンを一掃し、彼らの小型船6艘を破壊しました。この作戦は米海軍からメコンデルタで最も成功した対ゲリラ作戦と評されました。 この作戦を主導した結果、マルシンコ氏は最初のブロンズスター、ベトナムの勇気の十字架とシルバースターを受賞しました。彼は海軍で合計4つのブロンズスターを獲得しています。1968年、マルシンコ氏はシールズチーム2と共にベトナムに戻りました。有名なテト構成の間、マルシンコ氏は彼のチームを率いてチャウドックの米陸軍特殊部隊を支援しました。 それは市外線として始まり、後に市内の教会や病院に閉じ込められたアメリカ人の看護師と教師を救出する仕事に発展しました。この任務の2年後、マルシンコ氏は中佐に昇進し、1973年には海軍駐在部官としてカンボジアに赴任することになりました。カンボジアで18ヶ月間勤務した後、マルシンコ氏はアメリカに戻り、1974年から1976年までシールズチーム2の指揮官を務めました。 1979年のイラン人質事件でマルシンコ氏はテロリスト対策チーム TAT と呼ばれる統合参謀本部タスクフォースの海軍代表2人のうちの1人でしたこのチームの目的はイランにいるアメリカ人の人質を解放するための行動計画を立てることであり最終的にはイーグルクロー作戦へと発展しました この作戦は失敗に終わり、米海軍はテロ対策専門の専任部隊を作る必要性を感じ、マルシンコ氏に後のシールチーム6として知られることになる部隊の創設を任せました。この新しい部隊の最初の指揮官はマルシンコ氏でした。当時、米海軍には2つのシールズチームしかありませんでしたが、マルシンコ氏は自身の担当する部隊をシールチーム6と名付けました。 これは他国、特にソ連が知らないシールズチームがアメリカ国内に少なくとも3つあると信じ込ませるためでしたマルシンコ氏はシール・チーム6のメンバーを米海軍特殊作戦部隊全体の中からそしてシールズ・チーム2のテロ対策特別招待 MOB6 の中から自ら選抜しました シールチーム6はデルタフォースが米陸軍で最も重要な対テロ部隊であるのと同様に米海軍で最も重要な対テロ部隊となりましたマルシンコ氏は通常2年で交代する米海軍の規則を破り1980年8月から1983年7月までの3年間シールチーム6を率いました シールチーム6の指導権をロバート・ゴームリー氏に引き渡した後、マルシンコ氏は海軍作戦副長官ジェームズ・ライオンズ氏からテロ攻撃に対する海軍の潜在的脆弱性をテストするチームの創設を依頼されました。このチームは海軍安全調整グループ OP-06D、別名レッドセルとして知られています。 1984年、マルシンコ氏は、ネイビーシールズから12人、海兵隊の偵察チームから1人を選び、初代レッドセルを結成しました。チームは海軍基地、原子力潜水艦、船舶、空港、アメリカ大使館などのセキュリティシステムをテストしました。チームはマルシンコ氏のリーダーシップのもとで、侵入不可能とされている高度に安全な基地や原子力潜水艦、船舶、エアフォースワンなどのいわゆる安全区域に侵入し、 侵入後はスムーズに撤退することができました。マルシンコ氏によると、レッドセルはアメリカの海軍施設から核兵器を盗み出すことに成功し、その計画の実現可能性を実証したということです。これらの実証テストにより、警備担当を海兵隊や海軍憲兵隊から退役軍人で構成された契約民間警備会社に変更したことによる軍事資産と施設の警備の脆弱性が露呈しました。 レッドセルは、米海軍の原子力潜水艦への潜入、攻撃作戦も行い、兵器発射コードを持つ潜水艦士官に対する拷問を駆使して、潜水艦に搭載された核兵器の発射コードを入手しました。レッドセルの元メンバーは、この演習は特殊作戦要因に、世界中のテロリストに対して極秘任務を遂行するための必要な経験を与えてくれると確信していると言っています。 1986年、マルシンコ氏はレッドセルの指揮官から解任され、その後の2年間、彼はシールチーム6指揮中での汚職や不正調達の疑いで海軍調査局、NIS の調査を受けることになりました。1989年2月1日、マルシンコ氏は海軍を退役し、30年3ヶ月と17日の兵役生活にピリオドを打ちました。 1989年7月13日、マルシンコ氏は陰謀、利益相反、政府への嘘で起訴されました。1989年10月20日、同じく元海軍特殊部隊のチャールズ・バイヤーズが陰謀と利益相反の罪で有罪になりましたが、マルシンコ氏は利益相反の罪では無罪でした。 1990年3月9日、マルシンコ氏は手榴弾の価格について政府から搾取した疑いで21ヶ月の禁庫刑と1万ドルの罰金を言い渡されました。マルシンコ氏はレッドセルでの活動が原因で迫害を受けましたが、彼は自身が行った行為によって軍のセキュリティの弱点が露呈されたと主張しました。逮捕と投獄の経緯は自伝、ならずもの戦士の最終章に詳しく書かれています。 彼の伝説的な経験に基づいて、彼、マルシンコ氏とイギリスのゴーストライター、ジョン・ワイズマンは、ベストセラーの自伝小説、ナラズモの選手と、後に出版された架空の続編を共同執筆しました。彼らはまた、リーダーシップ、管理、チームビルディングに関する一連の3冊の本を共同執筆しました。 マルシンコ氏は退役後もワシントン DC でレッドセルインターナショナルという民間警備コンサルティング会社の CEO を務めるなどビジネス界でも活躍しました。2010年頃、アメリカのストライダーナイフ社と短期間のコラボレーションを行い、ならず者選手を象徴するナイフのセットをデザインしました。マルシンコ氏はアメリカの対テロ戦士におけるパイオニアであり、アメリカの対テロ部隊に一時代を築いたと評価されています。 英雄扱いされたり、十数万ドルほどの水たまりに落ちてしまったり、伝説と浮き沈みに満ちた、これが彼の本当の人生です。今日の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。